おはようございます。フォルテです。本日は絶対に上手になる魔法の練習法を紹介します。よいしょ！というわけでね、まあ僕は今まで YouTube でピアノの動画とか結構出してきたと思うんですよ。でも、練習法っていうのは練習中になんか喋りながらやっとったんですけども、今までで最も効果のあった練習法をちゃんと動画では出したことなかったと思ったので、まあちょっと練習法をちょっとね、教えていきたいなと思います。というわけで、このね、僕フォルテ T シャツの夏バージョン、あともう一作品考えてるんですけども、ちょっとね、やっと一作品目ができました。まあまだ販売はね、ちょっともうちょっとだけ待ってもらえたらなと思うんですけども、どうですか？ここの上にちっちゃくボクって書いて、音符の F と、猫ちゃん好きなので猫の手、そしてフォルテって書いてます。まあまた、詳しくは後日発表するので楽しみにしとってください。よし、それでは早速、まあ僕がどんな風に普段ガチで練習してるのかについてお話しします。まあまずはやっぱり曲をね、今までも何回も言ったけどイメージから入ります。どんな曲の構成だったっけ、そしてどこが一番難しそうだったっけっていうので考えてからまず練習を始めます。いきなり最初からこうでね、ダラダラしません。もう聞いて聞いて分かって、あ、シーレミファ、シーレミファそうなのねとか思った状態で入ります。実はね、すごい大事なポイントです。結構そこを見落としがちで、そんなことを練習せずに2時間3時間練習したりとかする方もいると思うんですけども、その2時間3時間の前に1時間ぐらい聞いたりとかして、もう本当にね、楽譜を最初から最後まで読みながら音を流して、まあ、ある程度頭の中で構成ができた状態から譜読みを始めてもらえると、かなりね、早く効率的に上手になるというか弾けるようになるっていう形です。そしてまあやっぱ例えばね、まあこうやって弾くと思うんですよ、普通に練習するときにね。その時に絶対やってはダメなのがございます。今の感じでなんか好き放題最初から練習、ダメです。なぜかっていうと、最初から練習すると最初ばっかしが上手になります。あ、もう最初上手であと下手くそ、もうそれが一番もう聞いてて最悪、最初上手だったのに後になるとうわ聞くに耐えませんっていうね、演奏になりかねないと思います。だから、苦手なところをきちんと丸つけましょう。あ、もうこうやって最初の方はね、結構シーレミファシーレミファソは弾きやすいな。じゃあ例えばね、このショパンのワルツで一番難しいって思われるのがこの連打。ここでやっぱね、指番号とか分からなくなると思うので、ここからまずは指番号を作ることから入りましょう。じゃないとここら辺が弾けるばっかで、これで弾けってとなったらもう最悪です。だからゆっくり確認しながら弾きましょう。でまずは片手、これが片手で今の感じでスムーズに弾けるようになるまで、とりあえず片手でゆっくりやってみてください。その後ゆっくりさらに今よりも遅いテンポで、確認をしながら弾いてください。まあね、本当に最初の方はずっとこの練習をします。最初から早く弾こうとは絶対にしません。僕もみんなもどんなピアニストでも最初はゆっくりから入ります。この練習がすごい大事です。これはどの曲でも一緒です。例えばまあ、熱情って曲があるとするじゃないですか。で、まあ、三楽章って言ってよく指が動かないといけないところがあって、どんな曲をするときでもゆっくりやります。
こうやってね、確認をします。それでさらに、まあもっともっと早く弾きたいなってなった時はメトロノームを活用します。早すぎー。もっと早くして。こういう練習をやります。まあ僕は一回これを1楽章から3楽章までこうやってやったことによって1楽章から3楽章まで朝からやってまあ最後の楽章まで弾き終わった時には夜でした。まあそのぐらいゆっくり練習ってすごい時間を取るんですけどもその1回がすっごいいい練習になるんですよ。そう、質のいい練習っていうのがやっぱ効率的な練習をする上ではすごい大事でやっぱ質の悪い練習っていうのはどういうのかっていうと、うわー楽しいんだよ。あー、かわいい。こういうのは一番ダメです。これね、結構やりがちなんやみんな。まあこれはちょっと激しい例だけど、まあ、こうでね、やっとったらなんか実際弾くってなったらとか なるんですけども、これはダメです。ちゃんとこういうゆっくり練習がすごい大事なんです。だからみんなも、こうでも最初から1,2,3,4なかった。もう一回、うんうん、みたいな感じできちんと確認しながら進んでください。じゃあ次問題、これはね自分の音を聞くっていうことなんだけど、自分の音を聞き方が分かりませんっていう方いますよね。まあ僕もねずっと自分の音の聞き方がすごい分かりませんでした。はっきり言って分かり出すのが高校3年生の終わりぐらいです。だからそれぐらいまではずっと自分の音とかを聞かずに先生とかから言われた通りとか、まあ親とかから言われた通りにやってました。これ間違えてるよあーとか言い切りながらやってたんですけど、やっぱり自分で間違いを気づくためにはゆっくりじゃないと聞き落としてしまいます。先に言ってしまうと、あ、忘れてた忘れてたって明日になってます。はっ、また忘れてたって1週間後先生にまた同じこと言われたことありませんか。そこのあなた、高校生までのフォルテと同じですね。というわけで皆様、その次のゾーンに行くためにはきちんと自分の間違いに気づくっていうことが大事で、その間違いに気づくためにはこの鉛筆で間違えたところをシャッて丸つけます。そして次の日見た時でもきちんとそこが間違えて分かるようにしてください。するとあなたはそこから練習をします。次からするとそこは苦手な箇所が得意な箇所に変わってます。その練習法の時にゆっくりとか、メトロノームを使ってやっていきます。そしてさらにこれができるようになったらこのテンポでテンポ上げます。もうなんか自分の中で時間があると思うんですよ。今日はこんだけピアノ練習しますっていう時間、それが終わった時にはやったテンポ132でやりました、ここの苦手なポポ130でやりましたって書いていきましょう。それと次の日はその132から練習してください。過去の遅いテンポはもうやる必要ないです。132が弾けるようになってます。なってないですか。それはあなたの練習が質が悪かったってことですよ。というわけで132ができるようになってると思うので、次の日から132でやるようにしてください。するとあなたは前よりも効率的に上手になってます。これがいわゆる魔法の練習法です。名前つけちゃいました。というわけでね、まあ皆様もこのような感じでゆっくり練習してたときちんとメモを取る、そして録音とかもして確認もするとこまでやっていただくとかなり上達します。まあね、この内容は1年ぐらい前にも動画で出したんですけども、やっぱりみんな、ああ、そういや言われたなとか今この動画で思った方もいると思います。
そういや、フォルテ君、そうやって言ってたねって聞いたことがある方もいると思います。この話、何回目ですか、フォルテさん。だけど実践している人は、何人ですか？僕は知ってます。ほとんど実践している人はいません！なぜかというと、めんどくさいからです。そう、めんどくさい。めんどくさい。そのめんどくさいを頑張って、まあ一緒に皆さん頑張って上達していきましょう。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録、そして Twitter、インスタもチェックしてみてね。それでは、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。